レンズを磨く、東大主東大守るとは、友人東大に滞在して、東大等を維持、管理する職、またはその職にあるもののことである。東大院ともいい、身分によっては、東大職員とも言う。東大主は、東大は常に、航路標識としての役割を果たせるように維持管理を、するため、東大に併設された家もしくは、東大の近くに建てられた家に滞在している。家には、 東大種だけでなく、家族も一緒に住んでいる場合もある。東大守るが公務員の場合、東大と併設の家屋、または、東大の近くに建てられている家屋は、大抵感謝である。日本において、国が管理してきた、友人東大はすべて公務員が直接に維持、管理を行ってきており、第二次世界大戦前は、低心省東大局などが業務を所管していた。対戦中、 連合国軍の攻撃によって殉職した東大主もいる。戦後の海上保安庁の創設により、東大業務は海上保安庁に統合された。長崎県後当主の男女群島の女島にある女島東大が最後の友人東大であったが、2006年12月5日に無人化され、国内の東大主は消滅した。東大守とその妻と長年の生活について、 映画、喜びも悲しみも、幾歳月で描かれている。ありがとうございます。